いや、もうこのままはね、まあ、デビュー戦というかね、実はデビュー戦は走れなかったんだけど、まあ、小倉でデビューする予定で、まあ、その前の調教を乗った時にね、すごくいい走りしてて、まあ、その時に、あれ、来年のクラシック、もしかしたらこの馬で挑むのかなっていう予感はあったんですけど、まあ、それから、まあ、ちょっとデビュー戦がね、小倉の時はオーバーしてしまって、走れなかったんですけど、まあ、仕切り直しから。しっかり勝ってくれて、まあ、やはり目標がクラシックだったので、そういうつもりでずっと乗ってましたね。いや、まあ、東京2400なんで、まあ、ディープモンスターで挑みたいなという気持ちはもう最初からありましたね。まあ、まず乗り味がすごくいいですし、まだね、なんかこうレースへ行って自分の僕の感触ほど走ってまだ走ってないっていう感じなんで、まあ勝つには勝ってきてるんですけど、なんかもっと走ると思ってるんで、まあ、そこが、まあ、今回ね、ダービーで全部出してくれれば、また僕が出し切るように乗れば、十分チャンスあるんじゃないかなと思ってますけどね。まあ、動き良かったですよ。まあ調教もね、もともと動く方なんですけど、コンディションの良さがすごい伝わってきて、まあ、息遣いなんかも良かったし、まあ、1周前としてはもう何も気になるところはなかったですね。そうですね、まあ、私にとってもね、今年のダービーパートナーなので、まあ、なんとか皆さんと一緒に喜べるように全力尽くしますんで、楽しみにしてください。